が19世紀ぐらいからヨーロッパあたりからずっと世界に広がったからね。でこの民族主義というのはどういう考え方かというと、世界の人々は民族という単位に分けられると、まあ、こういう考え方です。でその民族というのはそれぞれ自分の国を持つべきだと、なので持ってない民族は国を持つために頑張るべきだというのが民族主義の考え方です。でさらに民族主義という考え方によれば、一人一人個人個人が最高に自分を実現するというか、自分に一番個人にとって一番やりがいのあることはそれぞれの民族の発展のために頑張ることであると、まあ、こういう考え方であります。で民族主義が広がってくると、具体的には例えばどういうことが起こるかというと、お国のために死ぬというのが起こります。で、それをやることが一番いいことなんだという考え方が、まあ、広く共有されるようになると。でこういう考え方は比較的、まあ、ある意味新しいわけですよね。家族のために死ぬとか自分の故郷を守るために死ぬとかいうのはたくさんあったんですけど、その国という、 こう抽象的な概念のために、死ぬというようなことが、まあ、民族主義が始まって、行われるようになったわけですね。でその民族主義にとってじゃあ領土とは何かというと、その民族にとってその民族の歴史が繰り広げられる神聖な舞台に、まあ、領土がなるわけです。となるとこの領土というのをこう、人に譲る、他の民族に譲るというのは非常に難しくなります。民族主義の前は、まあ、いろんな国が戦争して、勝ったり負けたりしますから、勝った国は、負けた国から少し土地を取る、負けた国はしょうがないねって取られてしまうというようなことがよくあって、まあ、でしかも、住んでいる住民は、まあ、支配者が変わって税金を取る人が変わるだけだから、支配者がドイツ人でもフランスでも気にならないというようなことだったんですけれど、民族主義というものが広がってくると、そういうわけにはいかないと。自分はどの民族に属してるから、その自分の属さない民族の支配下では生きていけないと、まあ、こういうようなことになって、民族主義というのが広まるとやっぱり土地問題での妥協、領土問題での妥協というのが非常に難しくなってきます。それからもう一つ、この、土地問題での妥協を難しくしてきている要因というのは民主主義が広がってきたということであります。国民みんなの意見を聞いて政治を運営しない、やっていかないといけないということになります。で民主主義が広がって国民の間に民族主義が広がっていますと、指導者が、まあ、この土地は隣の国に譲ろうぜなどと思っても、そういうことをすれば次の選挙では、まあ、落選させられると、誰も票を入れてくれないなと思うと、指導者というのは土地問題、領土問題ではなかなかこう妥協がしにくくなると。ですから民族主義が広がって民主主義が広がると、やっぱり、指導者はこう国民の人気を維持するために、あるいは人気を得るために、領土問題で周辺の国に対して強硬な立場に出るというようなことが起こるわけです。ですから、まあ、もともと土地問題というのは難しいんですけれど、その民族主義というのが広がって、でしかも、国家が民主的になってくると、妥協が難しくなるということになります。民族主義が広がっていても国民は、その土地をある意味手放すのを潔くとしていなくても、独裁体制であれば独裁者がもうしょうがない、この土地は隣の国に譲ると決めちゃえば、まあ、譲るということも可能なのかもしれないんですけれど、民族主義が広がって民主主義が広がると、本当に領土問題での妥協というのが難しくなってくるということを、まずポイントの一つとして申し上げたいと思います。で2つ目に、まあ、申し上げたいことは、よく、まあ、新聞を読んでても、雑誌を読んでても、テレビを見てもでもラジオを聞いててもよく思うんですけれど、まあ、土地をめぐる紛争というのはたくさんあるんですけれど、その多くがよくこれは宗教紛争ですねというように、説明されます。で私はこの領土問題の多くが
宗教紛争であるという議論には非常に懐疑的です。で、例えば、中東地域にパレスチナという土地があります。で、この土地をめぐって争っているわけです。で、宗教紛争というのをどういうふうに定義するかという問題になるんですけど、土地を争っているのはユダヤ教徒とイスラム教徒とキリスト教徒です。で、土地を争っている一方がユダヤ教徒で、他方がイスラム教徒とキリスト教徒であるので、これは宗教紛争ですね、宗教問題ですね、根が深いですねという解説をよく聞くんですけれど、ただ実際に現地に行ってみて何を人が争っているかというと、もちろんその宗教について争っているわけではないわけです。ユダヤ教徒がキリスト教徒やイスラム教徒に対して、お前たちが信じているキリスト教やイスラム教徒でもユダヤ教の方が正しいんですよというような議論をしているわけでもないし、イスラム教徒やキリスト教徒がユダヤ教徒に対して自分たちの宗教の方が正しいんですよという議論をして争っているわけでもないわけです。そんなことはユダヤ教徒にとってはユダヤ教が 100% 正しいわけですし、イスラム教徒にとってはイスラム教が 100% 正しい、キリスト教徒にとってはキリスト教が 100% 正しいわけで、別に現地の紛争というのは神学論争をしているわけではないわけです。じゃあ何を争っているのかというと、例えばこのエルサレムという都市を誰が支配するのか、あるいはヨルダン川という川の水を誰が支配するのかという話であって、実は宗教紛争ではない、土地争いであって水争いであると、卑近な言葉を使えば神学論争ではなくて地上げ屋の争いのような土地争いだというふうなのが私の理解です。で、にもかかわらず、よくメディアではこれは宗教紛争ですねとか宗教問題ですねと宗教対立ですねというようなご議論があって、それがよく流されるのはどうしてかなと思うんですけれど、実は領土問題という問題が起こったときは、領土問題が起こるときは大抵非常に、根が深いわけですね。根が深いわけで、それをこう丁寧に説明しようとすると、普通のテレビ番組の解説では入りきれないというところがあって、で、実際はちょっとも分かってないのにこれは宗教問題ですねというと、なんとなく分かったような気がして、解説している人も説明したような気になるし、聞いてる方もそうか宗教問題なのかと、分かんなくて当たり前だなというんで、なんとなく納得しているような、なんかそんなところがあるように思います。私の経験を申しますと、あるテレビの番組に出てまして、パレスチナ問題が話題になって、某解説者の方が、これは根の深い宗教紛争ですねっておっしゃって、私は違うのになと思ったんですけれど、放送時間が非常に限られている番組で、もう次に、コマーシャルに行かないといけないんで、そこでいやそれは宗教問題じゃなくてこの土地の問題を歴史的になぞいう話をしてたら、テレビの枠に入らないなというんで黙ってたんですね。そしたらもう一人のゲストの方が、外国出身の方だったんですけど、その方がいやそれは宗教問題じゃないでしょ、そういう問題じゃないでしょ、この領土問題というのはそういう問題じゃないんですよとい こう非常に正しいそもそも論を始めて、私は胸がすく思いをしたんですけれど、同時に、そもそもそういう話じゃないでしょうという発言で番組の構成が崩れてしまって、司会者は、コマーシャルに入れないという場面があったわけです。で、ですから本当に議論をすると、正しい議論をするとやっぱりテレビというような、メディアの限られた枠では入りきれないということで、どうしてもなんというか、宗教紛争ですねとか宗教問題ですね、宗教対立ですね、根が深いですよねなどという、なんか分かったような、実は分かってないんですけれど説明をする方が多くて、またそれを聞いて分かったような気になってしまうと、いうなんとなく宗教紛争ですねというのはなんとなく何でも、それを飲めば聞いてしまうという万能薬というか麻薬のような、なんか魅力のある説明なんですけど、その宗教紛争ですねって説明を聞くと、私はこの人は本当は問題が分かっていないか、分かっているけれど時間がかけられているからつい言ってしまっているのかと
というふうに、まあ、思って、どちらにしても、まあ、あまり尊敬しないわけです。で、まあ、そういう領土問題は往々にして宗教紛争ですねと説明されるけど、本当はそうじゃないんじゃないかというお話をしてきたんですけれど、大体時間の半分ぐらいに来ましたんで、気分転換に、音楽を聴いていただこうと思います。で、今日はなんか領土問題をテーマにした音楽というのはなかなか見つからないんで、何を聴いてもらおうかなと思ったんですけれど、今日は冒頭で説明したゴア副大統領にゆかりの曲を聴いていただこうと思います。で、ゴアさんというのは、副大統領までなった民主党の超大物政治家ですけれど、ゴアの家族はもともとテネシー州を地盤としている政治家の一族なんですね。で、ということもあって、ゴア副大統領の、関連した政治集会とかパーティーとか何かありますと、大抵どういうことになるかというと、大抵はそのテネシーをテーマにした曲を流して